古代オリエントの地図カデシュは古代のシリアにあった都市、オロンテス川に面していた。現在のシリア西部の大都市ホムスから2 4トル南西にあるテルネビメンドという遺跡がカデシュの跡とされる。カデシュはエジプト第十八王朝のファラオトトメス三世の遠征に対抗してレバントの都市国家軍が連合を組んだ際、連合を指揮した。 カナン人の二つの都市国家のうちの一つとして歴史に登場する。エジプトに対抗する連合を組むにあたり、カデシュはおそらくエジプトとレバントを争う北の大国ミタンニの王に指揮されていたと考えられる。メギドの戦いでカナン連合軍が大敗すると、カデシュ含めシリア南部の都市国家軍の上にエジプトの覇権が広がった。 カデシュの王とエジプトのファラオアメンホテプ4世の間に、交わされた書簡もアマルナ文書の中に残っている。アマルナ文書など同時代の記録には、スッタルナ、エタッカマ、アリテシュブという3人のカデシュ王の名が伝わっており、自らをエジプト王の進化と述べている。アメンホテプ4世の後はカデシュはエジプトに属さず、ツタンカーメンとホルエムヘブは両方ともヒッタイトから、 カデシュを奪回するのに失敗した。第十九王朝のセティ一世のシリア遠征では、都市を防衛しようとするヒッタイト軍を破り、カデシュを攻め落とした。セティ一世は、息子ラムセス二世と共に、勢いようと市内へ入り、勝利の記念碑を建てた。しかしこの勝利は一時のもので、セティ一世がエジプトに帰るとすぐに、ヒッタイトのオムルシリ二世が南へ進軍し、カデシュを占領した。 ヒッタイトはカルケミッシュに置いた複王を通じてカデシュを支配したもののカデシュはワシリアにおけるヒッタイトの要塞と化したこうしてカデシュは古代世界の戦争の中で最も多くの文献が残っている戦争であり紀元前13世紀の大国同士の決戦であるカデシュの戦いの舞台となるおよそ150年にわたりエジプトの進化であったカデシュは ヒッタイトの総主権の下へと離反したため、カデシュは対立する二大国の間の前線となった。ヒッタイトの対等と南下かに対し、エジプトのファラオラムセス二世は、軍事力での反撃を選んだ。カデシュでの戦いは、エジプト側の大敗であるかに見えた。ヒッタイトのスパイは、エジプト側に、ヒッタイト軍が実際より、遠方にいるように信じさせたため、ヒッタイトは、 エジプト軍の陣地に奇襲することに成功した。エジプト軍ははるか遠方にいる、はずのヒッタイト軍が出現したことに驚きそう崩れになろうとしたが、ヒッタイトへの敵意に満ちるエジプト側は踏みとどまった。ラムセス2世は主導権を握り返し、戦闘は、硬着状態のまま、双方が勝利を主張する中、引き分けとなり、記録に残る最古の平和条約が結ばれた。しかし、 カデシュは、この戦い以後も、ヒッタイトの支配下に置かれた。遠方にいると思われていた、ヒッタイトの軍勢に襲撃され、苦戦、援軍が駆けつけたことにより、窮地から脱した。記録では、双方が勝利したと記されているという。その後も、シリアの有力都市国家であったが、紀元前12世紀にレバントやアナトリアの他の、都市同様、海の民の侵略を受け破壊され、 その後再建されなかった。キッチン、K.A. ラメッシュでインスクリプションス、ボリューム2、ブラックウェール・パブリッシング・リミテッド、1996、ピアニッシモ、16から17、ハットバトル・オブ・ゴデッシュ。ありがとうございます。